チャールズ・セオドア・デイビスは、ジャマイカのキングストン出身の元プロ野球選手、宇藤良ダ。2019年シーズンにより、MLB のニューヨーク・メッツで、打撃コーチを務める。登録名は、チリ・デイビス。1977年6月7日の、MLB ドラフト11巡目で、サンフランシスコ・ジャイアンツから指名を受け、プロ入り。1981年4月10日にメジャーデビューを、果たした。 デビュー戦は、サンディエゴパドレス戦で、デイビスは1打数ノーヒットに終わった。同年は8試合の出場で打率。133に終わったが、2投塁を決めた。サンフランシスコジャイアンツ時代1982年には、レギュラーに定着し、ルーキー・オブ・ザ・ヤーの投票で4位につけた。1987年までジャイアンツでプレーした。1988年からは、 カリフォルニア・エンゼルスでプレーした。カリフォルニア・エンゼルス時代1991年と1992年はミネソタツインズでプレーしたが、その後すぐにまたエンゼルスに復帰。そこから4年間、エンゼルスでプレーした。1997年には、カンザスシティロイヤルズで自己ベストとなる30本塁打を記録。ニューヨーク・ヤンキースに移籍し、2年間プレーした後、引退した。 ジャマイカ出身の選手としては、出場試合数、打数、アンダ、二塁打、本塁打、打点支給、三振の部門で1位の数字を残している。また、通算350本塁打は、スイッチヒッターとしては、歴代5位となる記録である。引退後は、2012年から3年間は、オークランドアスレチックス、2015年シーズンから3年間は、ボストンレッドソックスで、打撃コーチを務めた。 2018年はシカゴカブスの打撃コーチを務めるも1年で退任した。2019年シーズンからはニューヨークメッツの打撃コーチに就任する。ジャマイカ出身のメジャーリーガーでは史上唯一の2000本安打を達成している。打撃面での特徴はパワー。現役時代は比較的コンスタントに20本塁打前後のホームランを放っている。ただ、ミートはそれほど優れておらず。 三振は多かった。デビューしたての頃は2桁盗塁を記録していたが、成功率はそれほど高くなく、1989年頃からは次第に走らなくなった。守備は上手い方ではなく、外野手ながら1982年に12失策、1988年には19失策を喫している。1988年に関しては、エンゼルスに移籍したことで球場が変わり、 しかも、ジャイアンツ時代のセンターからライトに、コンバートされたことが影響されていると言える。なお、翌1989年は、ほぼ、フルシーズン出場しながら6失策に留めている。本名は、チャールズ・デイビスであり、チリというニックネームは、チリボールというメキシコ料理が大好物だったため、同時期に活躍したエリック・デイビスと共に、ダブル・デイビスと呼ばれた、投手守備内野守備外野守備。 ありがとうございます。